始まりましたカッサンチャンネルです。このトモスとあのトモス二個一大作戦というとねやってるんですけども、まず、やっていきたいのがこれですね。もともとこの落札したエンジンについてトモスなんですけど、ブレーキがないっていうことで不動になったんですけども、こちらのエンジンがないトモスのブレーキ、このユニットを取ってきまして、今ここに、持ってきてます。持ってきてます。でこのユニットをこちらに移設して、ここもね偶然つくでしょ、こっちのないやつが向こうにあったりするんですよ。なのでまずはエンジンをかけてブレーキとか灯火類が動くようにやっていきたいと思います。カッサンチャンネル、今日は新潟からヒーアンが来てくれてます。こんにちは。今やった作業なんですけども、僕がこっちの1号機のトモスのハンドルを綺麗なんで取りました。でヒーヤンがこのもともとこのね起こそうとしてるやつ、錆びてるやつ取ってくれました。どうするかっていうと、これとこれを入れ替えます。今見比べたんですけども、こっちがちょっとバーハンっぽくて、こっちは絞ってるチョッパーっぽくなってますね。でもまあ大きさはほぼ一緒なんで、これでここにつけようという流れになっております。今のところ順調です。この純正のウインカーがですね、ゴムが劣化して、もうこのままでつけることができないと。で部品取りの、このベース車、今ヒーアンがやってくれてるんですけど、こっちがね車内に取り替えられてるんですね。でこれやったら付け替えできるんで、今ウインカーを乗せ替えの段取りしてもらってます。その間に僕はこのフロントのこの、なんかこの辺りの中からガリ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 みたいな音が聞こえてくるんで、ちょっとここ開けてですね、ドラムのブレーキシューとかその辺り解明していきたいと思います。うわ、ゆる全然閉まってなかった全然閉まってない、恐ろしいマジ。いや、これは日本でだからこれを持ってた人が直しただけなんで、抜いたのになんでこれが止めないのか。ここを緩めるとここが広げあるんですね。で広がったことによってこれを抜けるんですよ。めちゃくちゃ自転車みたいでしょ。でこれでこれフリーにできるんですよね。あのですね、これ普通パカッと開くじゃないですか。全然開かないですよ。これがあったから、やなんか要はそのガリガリゴリゴリ言ってた、ほらなんか音も変ですもんね。なんか何なんでしょうか。それね、こじったら開けそうですね。家に撮影してるからあ、来た。まあ、サビとゴミですね。多分このシューの、こうまあまあダストというか、多分この辺が一切掃除されてなかったことによる張り付きですね。うん、大丈夫、ベアリングも大丈夫ですね。お、使います使います。これちょっと僕修正しますね。これをしっかりここで、きれいにですね、サビとダストを取ってあげることによって動きが良くなるんですね。やりましょう。はい、それではですね、これですね、ここにめっちゃ薄くでいいんで、このグリスを塗っとくっていうのが大事ですね。ここが稼働して滑るようになるので、ここにグリスを塗っときます。薄くね、ほんまに薄くです。はい、ここの、タイヤのですね中、サビと、ダスト取りまして、でこちらもですねちょっとこの面取りで清掃でグリスアップで方向、これですね間違いなく組み付けてきました。じゃあタイヤの方サイド取り付けて、やっぱ見てください、引っかかるとこが一切ないですよね。で動きがスムーズになるのがこれ正常なんで、はい、オーバーホールした甲斐がありました。変わってて両方とも取れるんですね、ネジが。だからこっちはこのぐらい頭出て、こっちももうちょっと頭が出るぐらいに同じ均等な
まあ、引き合わせでやらないと。で、ちょっと見てほしいんですけど、 OH したら見てくださいね。ほら、何も言わない、カラカラ言わないでしょ。めっちゃ綺麗に回るんでしょ。最高、バッチリです。ハンドルを変えて本締めするしたんですけど、これ通すのそれでダメで、まずこれを通してからハンドルの位置を決めていきます。はい、ということでこんな感じになっちゃってですね、この辺ヒーヤンがつけてくれたんですけども、こんな感じでしっかりブレーキがほらかかってるでしょ。やっぱここら辺の気候がやっぱりちょっとあのいつもの普通のやつと違うとちょっと苦戦しましたけど、できました。ただアクセルはね、ちょっとこのちょっとまだちゃんとできてないな。ただ一応形にはなったんですけど、あのリアのウインカーつくんですけど、最初ね前のウインカーがついてて、あ、ついてて後ろがついてなかったんですよ。でも後ろがつくようになって前がつかんようになったんですね。だこれの謎を、まあ、解き明かさないといけないんですけど、一応形になりました。で現状今どうかというと、あのこういうことなんですよね。チョーク引っ張るじゃないですか。でエンジンを測るんですけど、でもそこからほらなんか煙出るでしょ。まだ本調子じゃないんですよね。止まるでしょう。なのでまあちょっとあのこれからどうしようかなと思ってるんですけども、こうしようかなと思います。ボアアップキットが東京から送られてきました。これあのフォロワーの佐藤さんがですね、あの送ってきてくれましたね。これでまずボアアップしてシリンダーは OK で、あの本体全バラして、パッキンこれも買いました。